マリアです。ユナです。メイダです。メイです。ピンク。ナテ。ティ。ビ。始まるよ。イエーイ。はい、ということで皆さん、学校は好きですか？あ、好きだっていないよ、もしかして。てん、てん、てん、てん。はい、いないよね。友達と話すために行ってるみたいなのがあって、うん、あ、そうですね。そんな私たちの、スクールバッグの中身って気になりませんか、皆さん。気になる、気になる、気になる。なのでちょっと私たちのスクールバッグの、ね、中身を紹介していこうかなと思います。では行きましょう。せーの、どうぞ。ちなみに皆さん、スクールバッグ指定の人、指定の人、はい、お、あ、はい、はい、すいません、もっと別れたと思ったら違った、はい、指定です、指定リュックをして、なので2人はちゃんとリュックを用意していると。はい、ゆなちゃんは本当、ゆなちゃんはないの、生で、ないの、生で持ってきてます。まあ、うん、詳しいことはあって言いますけど、寝坊しまして、なんか準備するで暇なくて、前日に準備したんだよ、うん、あ、すみません、意識が低かったですね、私の。あ、学校もさ、いつもこうなんだよ。あ、じゃあ早速紹介していきましょうか。誰から、うん、じゃんけん。もう大好き、もうこれだけ見えた、好きな人。最初はグー、じゃんけんパー。あれ見えたんじゃなかったっけ。あ、負ける未来もしかして。あ、しかも、じゃあ、じゃあみーちゃんから。はい、はい、はい、お願いします。はい、メイの相棒はこちらです。でかーい、ね、大丈夫です。ガチで持ってってるね、これは。ガチです、これは。かわいい、かわいい、いいじゃん。メイは黒のロキシン使ってます。かっこいい、いいね。これは入学する3日前くらいに買った。準備遅くね、入学準備。急だな。で、去年も紹介したんですけど、その時もこれです。まだ使い続けてますよっていうこと。綺麗だね。うん、そうでしょ、めっちゃ綺麗。こういう、なんていうんですか、身につけるものは絶対汚したくないんです。あ、すごい、素晴らしい。だからね、特にほつれもないので、全然メルカリとかでも売れそうな状態。確かに。え、こういう通りに。じゃあ中身を紹介していきます、はい、うん。じゃあまず、ここに一番ちょっとね、入ってるので、見せます。教材よりも入ってんだ。はい、すっごい、はい、すっごい入ってなんかパッと見、こんな感じ。1個入ってますね。いやけど、うん、大事、大事、これは大事。体育の前とか塗ったりしないとね、勉強大事。一年中ね、そう、いる。なんか焼けやすいのかな、わかんないんですけど、あれ黒くなったみたいなのよく言われがちなんで、もう言われないように、はい、努力で。これハンドクリームですね、サボンの。うん、セリちゃんにもらった。もう結構使ってますね。結構、そうだね、なんかめっちゃ匂い好きで、うん、使いまくってます。マジでセリちゃん先生匂い、マジでセリちゃん見てる、見てるよ。次は、うん、こちらのポーチなんですけど、中がなんか髪の毛とかの、はいはい、カーラーとか、あの、リボン、思考に、うん、面白い。あの、潰れがちなんですね、うちの子。トイレとかでこっそりつけて、うん、なんか見られてたらやばいね。うん、先生見てるつけてたから言われてください。コームと、あの、お気に入りのまとめてくれるヘアマスカラみたいなやつで、あとなんか髪とは関係ないんですけど、このピンクラテのこれだ、リップ、これだ、これ、これだ、これです。結構ね、保湿してくれるから持ち歩いてます。いいじゃないですか、いいじゃん。ポーチはノノタンさんにいただいたやつ。ストラップついてます。これはね、ストラップ、ホテルキーっていうガチャガチャで、ユートピアです。はい、続いて、またついてまだ話アップで言うから。これはニコプチの付録のポーチです。難しい、難しいでしょ、難しい。こちらは絆創膏が入ってます。持ってる、持ってる。じゃあピンクラテのケースに入ってます。絆創膏だって、絆創膏、持ってってるよ私。あれ、あれ、
や、怪我しないからちゃんとしてたかな。こうティッシュ入れるとこもあるのでティッシュも入ってます。で、ね、またホテルキーのガチガチこっちの梅の里602です。いや、なんかすごいのでなんか見えたんだけど今何コントクリッキーみたいな。え、女子力どうかな。すごい。いや、あの一回小学校の頃遠足で、うん、用意周到すぎて、うん、なんかこれを持ってって絆創膏を持ってってってやったら運よく転んでくれた人がいて頭に出てきた血まみれで泣いてて、えあるよあ、姉ちゃん神様って言われて、あもう最高。もうあ持ち歩こうと思って、ちゃんとシミないアンパンマンの持ち歩いてますこれ私も好き痛くないくないよねこれおすすめ、おすすめ。次こちらはお薬ですね。すごいね、偏頭痛持ちなので全部頭痛薬、授業中ってなったりするので休み時間とかに飲めるように持ってます。ハンドジェルこれなんですかね。消毒大事なので持ち歩いてます。給食の前とかね。え、女子力の塊。そうね。あ、まあまあ。素敵。素敵。素敵。あ、私マスボロってる私。あ、じゃあお願い。これは毎回登場するんですけど、うん、鏡です。めっちゃ自分のこと気になっちゃうタイプで、女性の人とかにこうやって。いや、わかるかも。ちゃう。まあ、パソコンとかのさ、画面でもずっと。今なんかタブレットとかパソコン使う学校多いと思うけど、うん、使う？使ってる？カメラとか、あと画面暗いのもついてないみたいなやつで、ちょっとずっとやってる。本当みんなやってるよね。みんなやってたね。流しで小さいとどんだけ一生懸命さはい、マイポケット以上です。はい、以上。続いてはここにちょっとだけ入ってるのを紹介します。学校で使う何か三角定規とか分度器とかを入れてます。いいよね、これね、うん、小学生から使ってるからボロボロなんですけど、うん、折れないの。すごい、どこが折れるの。えどこ折るんだけど、ま、何よこれをこう、なんで大切にしてください。この子ですね。可愛い。手下げになってるんです。中が。可愛い。コンパクトだし。コンパ可愛いし。可愛い。ふわふわだし。ふわふわ。最高なんです。最高。なんかみんな毎日浮かしてるの。大丈夫そう？流行るんじゃない？流行るんじゃない？流行るんじゃない？で、ここは何も入ってないんですけど、いつもは、今日は持ってきてないんですけどね、教科書とか筆箱とか。あ、違う、こっちに入れても太さついちゃった。こっちに教科書を入れてて、筆箱ですね、いつも紹介してるの。まだ使ってます。水色だ。水色好きなの。水色大好き。水色大好き。水色大好きで、一番後ろのここには特に入れたりしないんですけど、いつも入ってるのが一応カッパ。おー、マジで？でも基本傘持っていくので一回も使わないです。はい、で、まだサブバッグ入ってます。うーん、可愛いの。全体的に可愛いの。サンキューマット。これで終わりかと思いきや、あのまだこれすごい収納できるんですけど、うん、すごい。この両サイドにあって、こっち側に分かっちゃいと、うん、とりあえず取り出しやすいので。そうだね、確かに入ってます。以上です。じゃじゃっと、じゃじゃっと。はい、私はあの指定じゃないので、あの、うん、特にバッグとかは紹介しません。指定じゃない。指定、うん、いいの？指定じゃないの？指定なので、指定なので、あのバッグは別に、あのこんな感じだよっていう感じ、うんうん、はい、カイロ。いい、大事、大事、大事。カイロ本当に今、いやいや本当に今大事、本当に大事、本当に大事なので、あの1個でも入っとくとまあいいかなっていう感じ、うん、
なんかさ、これあるあるなんだけどさ、カイロさ、ちょっと気合い入れてさ、持ってた日に限ってそんなさ、あ、そうそうそうなんか持ってこなくていいかなみたいな、あったかそうな時めっちゃ寒いんだよ。そう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 、そう、ね、こうやってあの袋に入れとくと、あの寒い時に行くたまに、そういうの使っています。え、マジで少ない。え、ちょっと待って、可愛いな。え、なんか個性的だねじゃあその個性的なものは何というかと、こちらです。じゃん。あ、鬼だったのこれ。鬼のタオルです。ハロ持ってるだけです。これはあの友達とお揃いで買ってます。なのであの癖強いんですよね、うん、友達みんな体育とかだとね、まあ汗かいちゃうし、まあお揃いで持っているっていうのがちょっといいよね。今日これみたいな、そう、え、これだよねみたいな、これだよね、そういうのが楽しいです。筆箱です。なんか見たことある感じだと思うんだけど、これもおそろです。おお、個性的だよね足ついてるし、なんかそうなんですよ、なんかちゃっかりなんか靴下みたいなしゃれてる、しゃれてる感じで、こうあの背中が開きます。おお、はい、こちらも友達とおそろです。全部、うん、おそろいだし、全部靴下で、靴下から、この中にはあとハンカチ、うん、でもハンカチはポケットに入れてます、うん、ティッシュ、うん、これもポケットに入れてます、うん、で、くし、これいい、いい、これいい、いいよね、使ってる。これあの普通の通常版と濡れてる紙用と、これ持ってます。うちこれ推しです。はい、次、はい、日焼け止め、うん、いいやつ、いいやつです。ハンドクリーム、うん、これもいいやつです。ちっちゃいね、うん、ちっちゃいからポッケに入れられる、まあ、でかいやつだとさ、うん、持ち歩けないから、うん、これいいです、いいです、めっちゃいい匂い。嗅ぐ、嗅いでもいいですか、嗅いでもいいですか、嗅いでもいいですか、めっちゃいい匂いするんだけど、大人って感じ、大人の可愛いやつ熱弁っていう感じ。素敵だね、素敵な女性の匂いですね、はい、そうなれるように頑張りますなってなってなって、はい、鏡です。これも見たことあるみたいな、ここにもいるし、なんか筆箱にもひよこみたいな、はい、次タイル、タイルケアベアです。安定だよね、安定だわ。プラズです、プラズです、プラズです。次、下敷き、あ、かわいい、ちょっと傷、あ、いっぱい使ってきた。これはなんか、すいません、適当に買いました次、はい、本、本、うん、みなとかなえさん、あ、本です。もう本当に大好きです、うん、本当にあの友達が教えてくれて、みなとかなえさんもで、もうハマりにハマって、少女と映画、うん、やってるやつ、そう、うんうん、告白っていうのもあるんですけど、見たあるんですけど、それはなんかパパに撮られました、はい、これあのおすすめです、ぜひ。以上です。はい、では順番だよね。まあ見ての通り、ちょっと教材しか今日持ってきてないんですけど、ちょっと女子力アピールの話をさせていただくと、ちゃんとあの横ポケットには何も入ってないちっちゃいポケットみたいなのあるの。そこにお道具箱って言ってる、私の筆箱紹介の時に出したハサミとか入れてるやつがあるんですけど、そこにはリュウラがくれたあのアンドハニー、アンドハニーのこれ、あそうを入れてます。うん、基本でポケットとかに突っ込み型なので、うん、裏ポケットに串、あと鏡、ハンドクリーム、リップクリームを入れてます。パンパンだからこっちだけやるかで、こっちのポケットにはハンカチ、ティッシュ、あとバンザッコ入れてます。で、こっちもパンパンですねポーチに入れない系だポーチに入れない、うん、ポーチに入れると必要な時使えない、そうですね、そうですね、もうポケットに入れちゃってます。これ教材の他には水筒とアペアで本を入れてます、うん、私のおすすめの小説家さんはあの東野圭吾さんって知ってますか？
吉野圭吾さんなんですけど、あのすごい大好きで、もうほとんど読んでます。大好きです。アピールしてる。最近読んでる本は、桜が咲く季節に君を思うということっていう本を読んでるんですけど、あのまだ読み始めなんですけど、面白いのでぜひ読んでみてください。まずは筆箱ですね。もう変わったことはありません。たまに蛍光ペンが変わるかなぐらいです。ポッケに、うん、あのこれがあります。折りたたみ日傘にもなる、うん、のやつが入ってます。いい、ね、であとサブバも指定なんです。その中にはなんか最近ネットのシャンプーとかをネットで買ってて、そこのクリスマスコフレ、うん、でなんかポーチついてきて、結構ちょうどいい大きさだったので使ってます。中には日焼け止め、うん、とテピカジェルとハンドクリーム、うん、ちっちゃいちっちゃい、うん、いい匂い、ほんとにいい匂い。ハンドクリームって結構匂い大事だよね。ね、大事、いいです、おすすめだよ。で、あとはかわいい、かわいいミッフィー、ミッフィーだ、フォフする2個ついてるけど、大きさが違う。あ、拡大鏡みたいな、ちょっといいですか。同じくらいでも、うん、なんか結構違うの、いいです、いいです。東京駅で、あ、東京駅、東京駅で、なんかマリオちゃんの撮影収録とかね、うん、ポーチとか持ってる、そうですね。あ、絆創膏と私持ってないです。あ、メイヤル強い強いな、結構絆創膏で済む怪我しないから。それ以上そっちか、そっちだったのか。そっちが私も忘れると思った。レベルが違った、うん、レベルが違う、病院行き。やばいやばいやばい。サブマには水筒も入ってます。めっちゃ怖いです。え、おしゃれ、なんだろう、それの、それの、あのもうちょいでかいもの。フランス、フランス怒ってる怒ってる。冬でもやっぱり水分は大切なので、大きいのだと結構余っちゃったりするので、ちっちゃいので一応持ってってます。で、大きい方には筆箱、うん、かわいいか、中身を結構詰め込んで、うん、そう、お二人になるんですよ。だからフォークにするぞって言って脅して頑張ってください。で、本、うん、あー、ずっと大人になった僕、はい、あの学校にはアラジン読んでるんですけど、うん、ディズニーの小説が好きで、うん、もうほとんどディズニーのです。で、あとよいしょ、重そうだよね、うん、なんかすごく重い、結構ガチでもね、なんか、うん、これです。めっちゃ入ってる。なんかすごい、教科3冊セットなんですよ。全部揃えるやつだ。はい、新研究で、なんか冬休みの宿題みたいな感じでやらせてます。冬休みの宿題、これ冬休みの宿題です。やばいね。全部全部じゃない、なんかもう3年生の最後まで全部載ってて、種がこれ使うってこと。そう、あ、手を提出しなさいみたいな、最近配られて、なんか冬休みいろいろやりたいんで、早めに終わらせるように頑張ってます。偉い、偉い。これ下敷きです。なんか爪がついてる、シール。あー、やっぱりここにもう一つなんか変なおじさんがいました。はい、あとはファイルです。うん、めっちゃ入ってる。おー、私も同じくパンパンすぎてちぎれます。いやいやね、ほら、ここ一緒一緒。え、あ、ちょっと大変大変。字めっちゃ綺麗だね。字綺麗、ありがとう。でなんで抜かないの。うん、親に渡さないから、あ、どんどん溜まっていっちゃって、そうですね、なんか大変だ。あ、そうね、ありがとうなんて。で、ノートです。リングノート、うん、3年生になったら、あれルーズリーフ使おうと思ってるんですけど、うん、2年はノートでやってます。カバンの中はこんだけなんですけど、外にキーホルダーでレイラちゃんのカバンについてるひよこがついてます。もうだって、もっと黒ずんで長細い顔してます。黒ずん
でもっと長細いとはこういうことでしょうか。はい、なんかどういう使い方伸ばしてんだ。吊るされ、どうしたらいい。長年使ってると長くなりますよ。成長が伸びます。あ、なるほど。でダイエットしたってこと。お風呂に入れます。以上です。はい、なんか梅酒視力高いね。でも私もちょっと日焼け止め持ってってますから、うんうん、本当かな。本当ですよ。本当かな、うん、なんか持って時間ないからそのまま行っちゃった。リュックが悪いんですよね。なんか薄いんですよ、うん、この前の方が。あ、だから入れれなくて、だから後ろに入れるしかなくて。みんな意外と違いましたね。うんうん、絶対一緒じゃんって思ってたんですけど、うん、意外とね、ね、面白かった。てか、ということで、皆さん、女子力グッズ的なね、そう、わかる。プラスアルファは絶対持っていくものみたいなのがあったら教えてください、皆さん。はい、ということで、もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。